今回の撮影しながらのお散歩動画はいかがだったでしょうか。私も一眼レフを持ってお散歩に行くっていうのはすごく久しぶりだったので、めちゃくちゃ楽しかったです。今回行った深大寺っていうのは東京都の調布市にありまして、私は今回3回目です。そのうちの2回っていうのが小学生の時に家族と行ったのと遠足で行ったこの2回なんですね。なので全然覚えてなくて、初めて行ったかのようにとても楽しかったです。で、隣にね、深大植物園っていうのがあるんですけれども、そこも私3回ぐらい行ってて、さすがにそっちは記憶にあるんですけれども、ちょっとね、今回ね、時間がなくて行くことができなかったので、また機会があったら行ってみようと思います。で、御朱印をね、いただいてきたのでお披露目します。こんなのに入れてくれたこちらです。これなんか3種類ぐらいあって、この白にこの大鳥っていう字、これがいいなと思って私はこれにしました。今動画の中にもあったように、特別な、なんていうんですか、ああいう御開帳っていうのはちょっとわかんないんだけど、それ用のやつないのかなと思って、よくよく見たら一番目立つところにありました、特別なやつが。だけどもういいやと思って、ちょっと並んでたしと思って、でもこれにしてよかったなと思っています。それと、深大寺じゃないんだけど、11月15日に渋谷の氷川神社に行ってきたんですね。それでいただいた御朱印がこちらです。めっちゃ可愛いんですよね。可愛いし、まあ、可愛いからっていうかっていうと、なんか不謹慎とか言う人出そうですけど、理由はね、何でもいいんですよ。やっぱりね、神社に行くっていうのが大事だし、そこでね、やっぱりちゃんとお金を納めしてくるっていうのが大切ですので、下月って書いてあって、なので毎月このスタンプが変わるんだと思うんですけれども、15日に限定のやつなんですよ。で、限定だけど毎月15日にやっているので、ぜひね、違う月に思い立ったりとかね、ご都合がよろしければぜひ行ってみてください。私、ここの神社はもうそれこそお散歩コースで何度も何度も行ってて、ちょっと縁があるところなんですけど、こんなのやってるって本当に知らなくってびっくりしました。もう一つ嬉しいサービスがあって、それも私知らなかったんですけど、祈願祭って書いてあったかなっていうのがあって、で、夕方の5時何分からみたいに書いてありまして、で、それが抽選でどうのこうのっていうのが書いてあったんですね。で、夕方まで待てないなと思って、だからまあ、あんまり詳しく見なかったんですけど、なんかその境内に会議机3つ置いてあって、そこにペンと、あと、きちんとこう印刷されたこうリーフレットみたいなのがあって、そこをこう開くと名前と、あと住所、そして願い事、そして日付を書く欄があって、で、入れとく箱があるんですよ。で、名前とかね、願い事は読み上げるってことはできませんけれども、ちゃんとその祈願祭の時に、こう時っていうか、まあ、その当日ですよね、なんだろう、お焚き、なんて書いてあったかな、お焚き上げみたいな感じで、要するに天にあげてくれるということでした。なので、だから要するに無料でそれをやっていただけるということで、来てらっしゃる方は知ってて来てるんだろうなっていう感じの人たちが結構いたんですけど、私もね、ちょっと書かせていただいて、でもね、なんて書いたか覚えてないんだよね。そう、でもまあ、覚えてないってことはもうお任せしたっていうことだと思うのでいいかなと思うんですけど、気になる方はね、ぜひ行ってみてください。ちょっとね、中途半端な場所にあるんですよ。渋谷がなんだかんだって近いかな。私は代官山から行ったんですけれども、恵比寿からも行けます。なので、例えば渋谷駅から行って、お参りしたら代官山にまで歩いて行ってっていう、ね、コースでもいいと思うし、もうちょっと歩ける人は、こう境内まで上がっていったら、まあ、ちゃんとね、Google マップ見ながら行ってほしいんですけど、表参道方面に歩いて行ってもいいですし、ちょっと方向を変えれば青山方向にも行けます、まあ、そういうね、お散歩コースも楽しいかなって思います。すごく気のいい場所なので、とってもいいと思うのでおすすめです。今日もご覧いただきありがとうございます。
ちょっとでもね、なんか参考になったよとか面白かったよと思うことがありましたら、高評価いただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた。